上大須ダムは、岐阜県元須市根尾上、大須地崎、磯川、水系伊比川の支流、根尾川に注ぐ根尾東谷川に建設されたダム。高さ98メートルの中央土質社水壁型、ロックフィルダムで、中部電力の大規模用水式水力発電所、奥美野発電所の会計を形成。上池である、川浦ダム湖と間で水を往来させ、6台の水車発電機によって、 最大150万キロワットの電力を発生する。木曽川水系における電源開発は、木曽川元川を、関西電力が、支流である飛騨川、長良川、伊比川を、中部電力が水利圏の関係から住み分けで実施していた。混ぜ川の岩屋ダムの建設が本格化したことで、飛騨川流域一貫水力発電計画は、事実上の完了を見せたが、 その後も中京圏の電力需要は、首都圏や他の大都市圏と同様に上昇の一途をたどり、下記は特に猛暑となる、農美平野におけるピーク時の電力需要は供給力の限界に近づいていた。これに対応するための新規電源として、夜間の余剰電力を利用して調水し、昼間の発電に備える揚水発電への期待が高まった。日川はほぼ開発しつくされており、 比較的放造水力が開発されていない、伊比川流域と、ほとんど手つかずに近い長良川流域が対象となり、この中でネオ川源流部と板取ドリ川源流部が、新規電源開発計画地点として着目された。こうして、奥美の発電所計画が立案された。川浦ダムを、上池、上大津ダムを、下池とする揚水発電計画である。 事業は1976年より実施計画調査に入ったが、河浦ダムに関しては、当時下流の板取ダム計画に対する反対、運動がを引いており、保証交渉などは、父として進まず、上大津ダムについても、漁業共同組合との漁業権交渉が長引いた。奥美の発電所は1994年7月に1号機、2号機の運用を開始。 1995年3月には3号機、4号機が、同年11月には5号機、6号機が完成している。上ェオスダムは、薄墨桜のある旧ネオ村中心部をさらに山深く北上した中にある。ネオ川流域の元巣市は、平成の大合併としては、早期より合併し誕生した自治体であるが、薄墨桜やネオダニ断層といった継承地があり、秋には、 元す、糸抜き付近で冬柿が売られる。岐阜県内外から多数の客が買い求めに訪れる。上オースダムまでの道路は片側一車線の比較的整備されている道路であるが、ネオ村中心部から福井県大野市へ至る。国道157号は道幅が狭く未整備区間があり、加えて岐阜、福井県境のぬくみ峠は冬季通行止めになる。上オースダムは 一般の見学が可能で、湖畔の公園には、奥見の発電所の案内板や発電所建設中に、殉職した4名の作業員の死を悼む、慰霊碑、発電所完成を記念した、春光府を刻んだ石碑がある。湖を一周する、湖岸道路は、災害により一部が、通行不能となっている。一方、津貝となる、河浦ダムは上大須ダムより右折し、トンネルを越えると行き着くが、 川浦ダムは発電所関係者以外の立ち入りが制限されている。ありがとうございます。